アレクサンダー・ジェイミソンは、スコットランド生まれの著述家、教育者。ジェミーソン・セイズの名で知られるセイズ・セレスティアル・アトラスの作者として知られる。アレクサンダー・ジェイミソンは、1782年に、スコットランドのビュート島にある港町ロスシーで生まれた。百二十一年から百二十三年に、かけて、アバリーンのマリスカル大学で修士と、法学博士の学位を得た後、 1825年には、ケンブリッジのセントジョンズカレッジの成人学生となった。しかしながら、彼がケンブリッジで生活したり学位を得た形跡はなく、社会人人生のほとんどを、ロンドン周辺で、作家、教育者、アクチュアリーとして過ごした。1820年に、ロンドン西中央部のケンジントンで、同じ出版社を使っていた、フランシス・サトルと結婚、またその頃に、 自身の学校を設立した。1824年にミドルセックスのヘストンに学校を移転、さらに1826年にサイオンレーニへ移転し、そこで12年環境育活動に阻身んだ。しかし、1838年に破産を宣告され、学校を畳まざるを得なかった。その後はアクチュアリーとして働いたが、晩年は貧困と低い身分に見落とし、 1848年と1849年には脳卒中に襲われている。夫婦で1849年8月にベルギーのブルージェ京を移し、1850年7月6日、その地で他界した。彼の名を後世に残したジェミーソン・セーズは、1822年2月に初版、同年9月に第二版が発行された。彼は当時人気のあった、 フランスのジャン・ニコラ・フォルタンやドイツのヨハン・ボーデの製図のイギリス版を作成しようと考え、彼らのやり方を模倣した。製図には30枚のプレートが収められていた。赤いマイナス37度からマイナス42度のあたりまでカバーした26枚のプレートと2枚の南天、北天の半球を示したプレート、天速広法の助けとなる北半球の明るい星々を示した。 プレート、ガツ、金星、木星、土星の図表から構成された。各プレートは幅約9インチ、高さ約7インチで、ジェイミソンはもっと大きなものを作成したかったが、コストの問題から縮小したと序文で述べている。100余りの星座が含まれており、その内容は、ーでの裏のグラフやとほぼ同じであるが、ジェイミソン自身が考案した、ナイルの水位計座、フクロー 座の3つが含まれているジェイミソンは、この製図の出版により1826年5月12日に、ロンドン天文学会の会員に選出されたが、1833年2月6日には、辞任している。1824年11月には、製図に描かれたこれらの星座の絵をほぼ完全に、模倣したいわば海賊版の、ウラニアの鏡というカードが販売され、 人気を博した。ありがとうございます。